YouTube をご覧の皆さん、おはようございます。ジョン D チャンネルへようこそ。はい、ということでですね、今回、ダイエット VS ダイエットで、歩いてきました。はい、ウォーキングをしてまいりました。大体1時間、5.64キロの、ウォーキングをしてまいりました。はい、でそれでですね、あともう一つ、このウォーキングついでにですね、ちょっとお買い物をしてまいりましてですね、ちょっとそちらを紹介したいと思います。はい、まずはですね、こちら、バーム、バームウォーターでございます。このバームウォーターっていうのは、あのスズメバチのですね、ものすごい1日何百キロと飛ぶ、スズメバチの、そこから、学んだアミノ酸というのをね、売りにしております。バームという、はい、ものでございます。まあ、基本的にそのアミノ酸のですね、補給ですね、体脂肪を燃やすための、はい、アミノサプリでございます。こちら、ドリンクでも売ってるんですけれども、今回は、パウダーで、30日分ですね、購入してまいりました。これで一気に痩せますよ。そしてもう一つあります。そして黒酢蜂蜜ダダン。はい、こちらですね、同時進行で行われている、ストレッチというですね、30日間チャレンジのストレッチ、それに使用したく、思いましてですね、この黒酢蜂蜜というものをこの瓶で買ってきました。これは、朝夕で、清涼飲料水などに入れてお飲みくださいと書いてありますけれども、もうお分かりですね、お察しの方は、このバームウォーターと黒酢蜂蜜をブレンドしたジョン D スペシャルドリンクを毎日、作って飲みたいと思います。それではね、これ運動中に、おすすめと書いてありますので、ちょっとドリンク作ってきますので行ってきます。はい、それではですね、こちら水を汲んでまいりました。まず 500ml のね、水を用意してます。はい、これちょっと大きめのペットボトルなのでね、そこにですね、ちょっとせっかくなので、作っていきたいと思います。はい、こちら、パウダースティック式になってるんですね。バームです。はい、でこちらをですね、ちぎりまして、よいしょ、こっちか、よいしょ、よいしょ、これを早速ですね、調合してまいりたいと思います。はい、いきますよ。まずは、バームを投入します。よいしょ、さーっとこのスティックですね。はい、あー、はいはいはい、入りました入りました。はい、で、まあ軽くシェイクしておきましょうかね。はい、それで、まず、基本のバームウォーターが出来上がりました。そこにですね、こちら、黒酢蜂蜜の瓶でございます。はい、こちらはですね、30から 50ml 程度と書いてありますけれども、目分量です。はい目分量でいきます。大体です、こういうのは、うん、計らずとも大体いいです。はい、いきますよ、これ。あ、怖い。まあ、こんな感じで。はい、入れました。はい、ということで、ちょっとね、はい、ドリンクの色も若干変わりました。少しね、色変わったの分かりますかね。はい。で、これをシェイクして。さて、ということで、ジョン D ドリンクの完成でーす。ババーン、効果音自分。はい、というわけで、これ早速ね、味見したいと思います。はーい。うん。あ、うん、いける、全然いけます。はい、あのね、僕バーム自体全然得意なので、またね、この若干甘みがね増してる感じです。はい、酸っぱ甘いんですけども、もちろん酸っぱさはありますけれども、どっちかというとその、嫌味のない酸っぱさ、うん、あのやっぱ果物の酸っぱさに近いような感じですね。うん、そうですね、うん、でやっぱ甘みかなり勝ってます。蜂蜜のほのかな甘みがね、あの酸っぱさ逆にこう引き立たせてるような、ラッキーですね。こんなね、体にいいのに、さらに美味しいなんて最高です。はい、ぜひあの運動される方ね、ちょっとやってみてはいかがでしょうかね、バームと。はい、ということで、やってまいりました。ジョン D の、ダイエット企画、バーサスダイエットでございますけれども、こちらジョン D ドリンクを手に入れた私にもう資格はないです。
目指せ目標55キロということで、やっていきたいと思います。このままね、引き続き、筋トレ、そして、ウォーキングとかね、有酸素運動に勤しみたいと思います。というわけで、またお会いしましょう。バイバーイ。